動画はドリームボックスがお送りします。一旦ね、江ノ島駅で降りました。お、なんかあるぞ。これ入っていいのかな。待合室だからいいよね。かわいい。これ顔出し看板じゃないですか。300系の顔がある。これ実物大かな。すごいジオラマがありますよ。ん、岩倉高等学校江ノ電の日常風景。え、これ高校生が作ったの。すごいな。すごい細かいところまで作ってあるよ。これ N ゲージかな。あ、でも車はトミカサイズだから HO ゲージかな。これ走らせられるさ、レイアウトとかだったら、あの鉄道模型やってる人欲しくなるよね。あ、一線形の模型もある。さあさあ、江ノ島へ行きますよ。そこの案内板を見たらね、なんか歩いて行ける距離みたい。乗り降りくんを買ったので、乗り降りは自由なのです。今のは、電車の乗り降りと、切符の乗り降りくんを避けたダジャレです。うるさい。ようこそ江ノ島へ、徒歩15分。いいな、温泉。江ノ島の駅舎です。なんかこういうの好き。駅前をね、左側に折れて今ね歩いてます。朝ごはんをね食べてきてないからさ、どこか店開いてないかな。まだどこも開いてないよね。今ね、湘南すばな通りというところをね歩いてるみたい。駅から少し歩いたらね、なんか観光案内所のとこに出たけど、江ノ島あと 680m。 おお、ここ降りればいいんだね。じゃあ行こう行こう。トビに注意。ドール大丈夫かな。おお、初江ノ島。島の名勝図、葛飾北斎。ああ、ここも入ってたんだ。こりゃ知らんの、あまり。現在地。ずん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 。うわ、結構広いぞこれ。大体どこにもあるよね、こういうモニュメントね。で、虚しくも不開催となった東京オリンピックのモニュメントが佇んでおります。渡るぞ。釣りしてるね。なんかさ、やっぱこれ竹島によく似てるよね。竹島もこうやって橋渡ってくるのね。ただこっちの方がはるかに観光地であります。あれなんだ、あ、なんかタワーがある、展望台。あそこにもなんかあるぞ。なんだあれは。ん、すげえな。よし、行ってみよう行ってみよう。気持ちいい海だね。飛びに気をつけろ。
今日さ、キャリーがね、外乗り仕様だからさ、お出かけ仕様だから、朝ね、ワンコの散歩をしてるお姉ちゃんたちにさ、チョアちゃんですかって言われたね。いえ、ドルです。よし、上陸。どれどれ、今が、ここで聖堂の鳥居、弁財天仲見世通り、小玉神社、江島神社、中津宮広場、エスカー、エスカーってなんだこれ、肉サンク、なんだこれ。で、このさ、展望台に登ってくやつかね、これ。江ノ島サムエル・コッキング。江ノ島シーキャンドル。展望灯台。へぇ。これ高いんかな、登るの高いかな。江ノ島大事。幽霊の鐘、江ノ島岩屋。こっちまで回るとどんだけかかるかな。とりあえず行こうか、行ってみようか。江ノ島天然温泉。いいな、温泉。あ、これがさっきの鳥居だね。なんか思ったよりもちっこい。おお、結構登るね。今ね、時間が8時20分。まだね、どこもお店は開いておりません。江ノ島コーヒーソフト、うまそう。でも400円だけ。皆さんどうですか、400円、ソフトクリーム400円はな、出さないな。なんかいっぱい飾ってあるよ。何これは、のの、結構息切れてきた。江ノ島タコせんべい。江ノ島カレーおでん、いいな。ほらほら、タコ。あ、ついてよ、なんかさっきのさ、あそこから見えた変な建物。変なって言っちゃいかんか。これが江島神社。これ登るのか。どうする。さあどうする、登る。当たり前じゃん、もちろん登るよ。よし、じゃあ行くか。登りかけたらさ、なんかね、エスカー乗り場っていうのを見つけた。エスカー8時50分から、まだやってないみたい。
やってないんじゃしょうがない。歩くか。エスカーがさ、なんかね、8時50分からだったのってエスカレーターなんだね、エスカーって。まあまあじゃん、なんかエスカレーターで上まで上がるらしいんだけどさ、8時50分、今ね、まださ、8時35分なんだよ。歩いて登ってみるか。エスカーでもちょっと乗ってみたいよね。なんかね、すごい長いエスカレーターなんだって。これはちょっと待ってよ。これ何分かかるんだ、上までどんだけあるのこれ。ダメだ、途中で断念してね、戻ってきた。エスカレーターまとエスカーまと。はい、再びエスカー乗り場戻ってきたけど、これ見て、頂上まで階段だと約260段で20分かかるんだって。エスカーだとね、5分。こっちの方がいいよ。無理無理。とりあえずね、あと10分ぐらいかな。ちょっと待ちましょう。さっきさ、江島神社って言ってるのをさ、後ろで聞いてたおばちゃんがね、こっそり教えてくれたんだよ。江島って書くけどね、これで江ノ島って呼ぶんだよ。だってここ江ノ島だもんって。江ノ島神社なんだって。普通はそうだと思うよ。じゃあね、ユキニのためにシーキャンドル窃盗券を買おう。シーキャンドル窃盗券。エスカー登りました。長い。どこだっけ、沖縄のさ、玉泉堂のエスカレーターだったかな。なんかめっちゃくちゃ長いの。あれも嫌だったけどさ、長いエスカレーターあんまり好きじゃないんだよ。なんかね、これがね、3箇所区切りになるらしいんだよ。江ノ島水族館、1箇所目終わり。あ、サンセットだといいよね。今から灯台もね、上がれるんだけどさ、ね、夕日とかいいよね。参拝していこうか。はい、今ねお参りしてきたんだけどさ、間違ってね500円玉入れてしまったんだよ私。痛い。んどこだ。エスカー乗り場はどこですか。次のは、次のエスカー乗り場はどこですか。
庭園っぽいところが。なんかさ、ただ単に歩いてる動画だよね、このね。よいしょ。エスカー乗り場。こっち。次のエスカー乗り場。はい、どうぞ。もう一箇所乗ります。はい。ちょっと消毒を。はい、これラストのね、エスカー。たださ、なんかね、さっき言われたんだけどさ、帰りは、階段を降りて帰ってって。一箇所上り降りは。上りを楽させてもらった分、帰りは苦労しましょう。はい、3本目終了。またタコタコするんだよ。まだなんか S 変わるぞ。ほらほらほら、あれ3本の針じゃないの。入り口エスカー1、2、3。聞いてみようか。あ、そこの場合じゃなかったんですね。はい、そこの場合じゃなくて、まだあったんですね。そうですね。ですから、こちらで最後になります。あ、そうなんですか。はい、すいません。ちょっともう一回消毒していくの。はい、もう一本降りました。これが最後のエスカレーターです。かなり上がっていったぞ。なんかこういうさ、案内板あるとね、ついつい見ちゃうよね。今現在地がここです。で、今からね、この灯台、展望台に登ります。行こう。どこだ、これか。でもさ、この先でいいんだよね。なんかまた料金所があるけど。はい、はい、OK です。こちらにチケット確認しましたね。これで大丈夫ですか。はい、シーキャンドルでご提示ください。本日何度もご利用いただけます。はい、すいません。はい、入場しましたが、これなんだろう、キャンドル。夜になるとつくんかな。こういうとこやっぱ夜じゃないとダメだよね、きっとね。とりあえずこのろうそくのところがどこだ。こっちか。なんか中華な建物があったよ。中国っぽい。あ、こっちだね。この島シーキャンドル。はい、到着。じゃあ登りますよ。登るよ。あ、なんかうまそう。東大キッチン。なんかさ、昨日の晩以降さ、何も食べてないんだけど、まだ何にもないか。朝早いもんね。ここか？チケット。
4フロア。普段こういうところはね、あんまし登んないんだけど、もったいないから。それでなんか展望フロアについて、なんか外にも出れるって言ってた。おお。はい、展望台に上がってきました。それでは江ノ島の街をどうぞご覧ください。いいねあ、やっぱここから見ると綺麗だね。うん、電車見えるかな。電車どこだ、わかんないわ。こちらです。ここちょっと降りていくのかな。エレベーターで降りましょう。よいしょ。はい、展望はこれで終わりです。ほらやっぱりさ、夜になるとさ、キャンドル灯って綺麗なんだよ。ここ夜景を見に来るとこなんだよ。昼間来ちゃダメなんだよ。17時から20時まで。土日はね、21時までやってるらしいですよ。11月の8日まで。皆さんぜひどうぞ。
なんかね、岩屋洞窟とかそっちまで、道一本で行けると教えてもらったの今。15分ぐらいかかるっていうけど、どうするかな。往復30分でしょう。なんかね、幽霊の鐘とかなんかいろいろあるみたいだけど、とりあえず今何時？9時半。時間がね、全然たっぷりありすぎるんで、よいしょ、行く？行きたい。じゃあ行くか、行ってみるか。はい、じゃあね、竜連の鐘とかいうのをちょっと見に行きましょう。遠そうだな、15分か。世界の貝の博物館、貝に親しむ2000種。へえ、結構マニアックな。さっきのところまで近づいてきましたよ。よいしょ、ちょっと見てみようか。見えるかな。よし、行こう。生しらす。美味しそうだ。しかし、まだ準備中。サザエのつぼ焼きですよ。私の大好物。貝好きなんだ。あ、いいな、ホタテとかさ。イカ。お腹すいた。奥津宮、ここも参拝していきましょうかね。お岩屋道。おー、かっこいい。龍です。龍だよ。ここは何だろう、どういうあれなんだろう、なんか書いてある？よいしょ。おわだつの宮なんだって。竜連の鐘こっちだって。うわ、だってさ、見て見て、だってこっちの道すごい綺麗なんだよ。お店もある。でもさ、こっち見て、ほら、ここ上がっていけって、なんか顔とか無茶出そう。今どこだ。とりあえずまあ行こう。なんかやばいよ、この辺蜘蛛の巣張ってない、大丈夫か。昔からさ、蜘蛛とかムカデとかさ、生息動物はね、嫌いなんだよ。あと見年だけどさ、別にヘビはね、そんな好きじゃない。子供の頃はさ、なんかちっこいさ、青大将のコンボとか捕まえとったけどさ、今思えばゾッとするもんね。はい、竜連の鐘は、いいけどさ、ちょっと待って、どっちだ、こっちか、こっちでいいのか、本当にこっちか。ああ、なんか見えてきた。今通り過ぎたらさ、どうもね、ここだったっぽい、これっぽい。
カメラスタンド、あ、ここに置いて写真撮ってって、カップル向けか。これがね、これですね、幽霊の鐘かな、多分そうだと思うけど。なんもね、案内がこれしか書いてないんだけど、うん、多分これだと思うけどな。なんかね、いっぱいハート型のさ、絵馬っぽいものがあるけど、これあんまり写さん方がいいのかな。はい、じゃあ鳴らすよ。むっちゃ鳴らしたね。鳴らした。よし、行こう。これ以上先はどうだ、これ行って大丈夫か、これ。一応さ、なんかルートにはなってるんだよね。あれ、まだ途中だもんね。ああ、これさ、さっきのさ、あの岩壁の方に出てくんじゃない、これ降りてくんだろう。ちょっと待って、なんかさっきさ、案内マップもらったじゃん。あれちょっと見てみようか。今さ、ここだったじゃんね。で、ここ今歩いてるもんで、和田摘みの宮って、だってさっきのとこだよね。あ、じゃあ違う、これっちだ。こっちへこう歩いてるのか。ん？今どこにおるの、これ。いや、こっちでしょ。なんかさ、江ノ島岩屋とかいうところへ向かってんじゃない？これ。ほらほらほら。ほら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 。そんな方行きたかないよ。もう帰ろっか。さっきのさ、ちょっともう、あのさ、駅の方もう戻ろ。戻ろっか。行く？絶対さ、今、ここんところをこういう風に歩いてるよ。下降りていくんだよ、これ。これこの辺出るんじゃないのかな、これ。あ、これだよ、これ。これこれこれ。これだ、これ。こっちへ出ようとしてる、今。誰か鳴らしとるね。お、なんかおる、なんかおる。何これ。お、どこ行った？今なんかおったぞ。今さ、こっちね、道だと思ったんだよ。道だと思ったらさ、違う違う、なんかね、フェンスが張ったって、これ以上先行くなってやつだよ。だもんね、こっち来ちゃダメなんだよ。戻ろう戻ろう。あそこがさ、ラストなんだよ多分。でさっきのさ、綺麗な道の方進んでいくと下へ行けるよってことじゃないの？なんでこんなとこがあるこれ。こんなもん作るなよ。さっきのさ、綺麗な道の方に戻ってきた。これを下っていくと、ああそうだよ、こっちを下っていけばいいんだよ。もう素材が、もうやってんのかな。山しらすありますって。うお、しらす丼、しらす丼食べたいね。まだやってないかな。サザエ、サザエもいいな。よいしょ、抜けた。あ、こういうところか。みんな釣りしてるよ。こういうところなんだね。あは。これなんだ。よいしょ。おお。
ここは岩屋、岩屋向こう。まあここまで来たからちょっと歩こっか。だいぶ汗だくになってきたけど、よいしょ。江ノ島弁天丸、本日欠航小田急江ノ電モノレール方面、ぐるっと回って、あ、な、船でそっちまで連れてってくれるっていうことか。お、なんか急に綺麗な橋に出たよ。あ、ここから降りれるけど、あ、ここちょっと濡れるね見てみる、ちょっとだけ。よいしょ。いや、これはなんかさ、ユキリン出したらさ落ちるパターンじゃね、これ絶対なんか狙うよね、うちの子。はい、こんな感じでした。釣り人がね、いっぱいいるから、あんまりちょっとここで写真撮ってあげても絵にならない。よし、ちょっと戻って、この赤い橋を、赤い手すりの橋を渡ってみようか。江ノ島岩屋入り口、大人500円。ああ、ニュージャラかかるんか。どうするね、ちょっと近くまでとりあえず行って、でうちの子と相談だ。何か服を買ってあげた方がいいか、岩屋を見学する方がいいか、会議だ。なんかさ、入り口でおじさんが待ってる。これ近くまで行ったらさ、さあ入れ、さあ入れっていうパターンじゃね。まあここまで見たからもういいかな。ねえ、ほら海を見たから、本来の目的の電車へ戻るか、江ノ電へ。よし、行こう行こう。うちって貧乏なんだね。貧乏言うなうちのチャンネルはさ、お金をかけるわけじゃないんだよね、常にさ低予算、低疲労、低姿勢でどうでしょうさん見習ってやっていかにはいかんのですよ。はい、歴史紹介もしますよ。ここがね、よいしょ、芭蕉の句碑とかだって。はい、紹介終わり。なんかいろいろね並んでおりましたもうダメだきつい。おまけにさ、今日朝さ寒かったくせに、今ねめっちゃまた気温上がってんじゃないの、暑いの。また上着脱いだもん。だいぶ登ったけどさ、まだあるよ。これは真冬に来た方がいい。暑いうちに来るもんじゃないよ。誰かおりましたよ。ん？なんかこっちに席が。あ、どうもね、達弘さんっていうらしいですよ。
亀石お見せしましょう。よいしょ。はい、これが亀石だそうです。亀の甲羅。あ、なんか書いてあるね。はい、ここにお金を置かないでくださいだそうですよ。お賽銭はいらないらしいです。うお、びっくりした、びっくりした。猫、にゃんこです。ここ結構にゃんこが多いね。おい、にゃん、にゃん、にゃんこ。どうもね、完全に無視されております。こっちの方が亀だね。亀石、亀。しらす丼、美味しそう。さあ、とりあえず一旦ね、駅の方へ戻ろう。よいしょ。最近はね、下りだからまだだけど、ね、今なんか近道をね教えてもらったんだよね。駅の方へ降りる近道、これここかな。なんかおまんじゅう屋さんのところを左に降りると近道だよって今教えてもらったんだよね。でもなんかさ、上に登ってるんだけど、あれ本当にこれで合ってんのかな。あれ、うん、確か多分あのおまんじゅう屋さんだと思うんだけどな。おまんじゅう屋さんを、おまんじゅう屋さんのところを左に折れれば、あの近いよって言われたんだけど、その代わりなんか神社とか全部すっ飛ばしちゃうけどいいって言われたけどさ、そんなものはどうでもいいよね。もうさっさと一旦駅の方へ戻りたい。ちょっとさ、予定よりここでね時間食っちゃったんだよ。8時ちょっと過ぎにこっち江ノ島着いて、でさ、もう今さ11時過ぎたんだよね。3時間もいるんだよここに。3時間近くここにいる。ちょっと早く次の目的地へ移動しないと。まあ目的地って言ったってさ、なんかプランがあるわけでもないから、あの観光案内板みたいのね見て次を決めてるだけだけど、とりあえず江ノ電のさ藤沢までは一回ちょっと乗り通してから決めようかな。どうしよう。今さ明らかにね、なんかボックスのさ、あのキャリングケースを下げた女の子だったの。 USD ぐらいなのかな、あのなんか小さいやつのさケース下げてるんだよ。うちは今日はさ、あのペットキャリーに入れてるもんで、向こうは気づいてないけど、みんなやっぱドール連れながらさ一緒に来るんだよね、こういうとこもね。あ、入り口のとこ戻ってきた。あ、結構早いじゃん。え、ウェイクだけだったらさ、ここから入った方が神社すっ飛ばしていいんだったら早いんじゃないの、行きも。ちょっとまあ上りはさ階段じゃなくてこんな坂だけど、はい、これで、さっきの朝の入り口に戻ってきました。さあ、あ、帰るか。あ、お店はだいぶ開き始めてる。ちょっと見ながら行く。よいしょ。
磁石だって。なんか猫磁石はさ、はよく見るけど犬が初めて見た。もうワンちゃんクッキー。はい、入り口に戻ってきたよ。そしたら今からとりあえず江ノ電の江ノ島駅までちょっと戻って、何これ、ちょっと湘南モノレールだって。またなんか非常に興味深いものがあるではないですか。へえ、こんなの知らんかったな。とりあえず一回江ノ島の駅へ戻りましょう。江ノ島散策終了。さあまたこの長い橋を渡って戻るよ。ご視聴ありがとうございました。次回に続きます。チャンネル登録していただけると嬉しいです。この動画はドリームボックスがお送りしました。